はい、続いてご紹介するのがフラワーシリーズをご紹介していきます、はい、こちらはどういったアイテムでしょうか。はい、ミッフィーとブリッシュとお花が総柄で描かれた合皮のシリーズになりましてまずこちらの方が小さめのミニスクエアポーチになります。化粧品とか、はい、で若干縦長になっているので、まあ、コースティック系のものも収まりやすいようなサイズ感になっています。いろいろ入れやすいですね、はい、お色が2色展開となっております、はい、で、チャームか、そうスライダーの方がこのようにパンジーのお花がついていているのが特徴です。こんな感じですね。可愛らしくついていますで、こちらが合わせ鏡ですね、はい。こちらは背面もこれ違うお花のデザインが施されていますそしてこちらがこれはティッシュ、ね、ティッシュケース、ティッシュケース、背面がティッシュケースになっていますのでこのようになっています中はシンプルにですなるほど、こちらも2色展開です、はい、そしてお送り薬手帳などを入れるのに、はい、マルチケースですね。マルチケースで、もう簡単にもうこう2つ折りでジッパーもボタンもついてないタイプなんですけど、実際カードとかお薬手帳とか入れるときにさっと出しやすい、さっと出してさっとこう出し入れしやすいタイプになっています。シンプルな構造なので使い勝手良さそうですね、はい、そしてこちらですね、台形ポーチ、はい、かわいいです。こちらの方は割とたっぷり入るタイプなので中は2ポケットになっています。となってて結構しっかり入るような形になっております、はい、どちらもちょっと高級感があって可愛らしいシリーズになっているのでギフトにも良さそうです。で最後こちらですね、ダイカットポーチになります。背面はこのように、ちょっとフラットな感じで、はい、コインケースにも使えそうな感じですね、はい、で一応 IC カードの方も入るようなサイズにはしております。そうなんですね、はい、IC カード入るんだからすごいですね、可愛らしいです。なので上にチェーンがついているのでバッグのハンドルにもつけていただくことも可能です。ありがとうございます。ということでフラワーシリーズをご紹介していきました。